ということで熱戦になりましたが、ゲームを振り返っていきたいと思います。横浜 B コルセアーズ U15 VS サンロッカーズ渋谷 U15 ジュニアウィンターカップ準々決勝の再戦というカードでもあります。準決勝の第2試合です。いやただこの山井選手のこのアシスト、そして田中選手のオープニングシュート、素晴らしかったですよね。あとはこういったスティールアシスト、これもおしゃれなプレーがありました。岸のスティールからです。いや素晴らしい。その中でこの第1クォーターで言いますと、渡辺選手もタフショットよく決め切りました。いや、やはり横浜選手やっぱ強さがありますよね、はい、強さが素晴らしいです。まあ、そこに対して渋谷はスピードですとか技術で対抗していった形ですね、はい、このうまさですよね。加部選手もね、今日本当に良かった。ただこの1試合を通して、この小塩選手のこのフィジカル、はい、そしてこの渡辺選手のこの何ですかね、大事な時間帯でのシュートを決め切る力っていうのは本当に素晴らしかったですね、はい、まさしくエースという活躍ぶりでした。第2クォーターに入ってからちょっとこの時間は点差がつく時間帯となります。でこのまま行くかなと思ったんですが、このシーンですね、はい、ここからですよね。山井のドライブからエンドワンになって、これが3点プレー、はい、素晴らしかったですね。ここからエンドワンが続きます。これもエンドワン岸で、このヘビーステップといって少しステップを重く踏んで相手のタイミングずらしてますよね。でこのフローター、柔らかいシュート、まるで富樫選手を彷彿させるようなフローターですよね。もう日本を代表するポイントガードです。いやもうエンドワン祭りですよね。ただこの大事な時間帯で、苦しい時間帯だけど小城選手よく走ってますよね。そうですね。ただ僕の小城選手の今日あのルーズボール、そうですよ、はい、そしてこのクリアアウトから渡辺選手のドライブ、ここですよね、はい、苦しい時にこの2人が中心となってまたチームにエナジーを与えていきます。今のは本当にこのレッグスルー、はい、これからもうオーマイゴッドな感じですよ。なんちゅうプレーですか、これは。本当に変幻時代のプレーを見せてくれました。期待です、ね、あのボールを持つとワクワクする選手ですよね、はい、ここもしっかり抜けて空いてる選手見えてますからね、うん、いやなんか本当この岡部選手をこの、まあ、昔だとメールマンって言われてパスを受けてしっかりそのあのゴールに届けるような上手い選手、はい、本当に岡部選手素晴らしかったですよ ね、 そ, うですね。そして第4クォーター、ここもまあ最初ワンポゼッション差で入っていったという中で渡辺選手、この渡辺選手なんかこのエナジーがありますよね、はい、強気なドライブ、苦しい時のスコアでチームを助けます。さらにはこのカッティング、はい、平井選手もその、まあ、ジュニアウィンターカップの、ね、はい、これも見事なアシストパス、そして小塩のエンドワン、ここのプレーが大きかったですよね、はい、サンロッカーズ渋谷も最後スリーポイント当たり始めたんですけれども、はい、まあ、時すでに遅しといった形でしょうか。最終的には71対63のスコアで横浜 B コルセアーズ U15 が明日の決勝戦進出ということになりました。